て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回から仮面ライダー電王についての動画となります。電王はどんな作品なんだ？この作品では未来からの侵略者、イマジンが現代にやってきて、過去を変えようと暴れています。とてつもなく運が悪い主人公、野上良太郎はある時ライダーパスを拾い、仲間のイマジンと共に電王となり悪いイマジンをやっつけるというお話です。いいイマジンと悪いイマジンがいるんだな。さて、そんな電王の主役ライダーは、良太郎の体にイマジンの桃太郎が憑依して、電王ベルトとライダーパスを用いて変身する。変身でおなじみの仮面ライダー電王、ソードフォームです。顔面が桃だな、桃太郎が憑依してるからか？そうですね、桃太郎は良太郎の持つ桃太郎のイメージから姿を得たイマジンなので、オーラも桃太郎にちなんでるんでしょうね。オーラ？電王はオーラをまとってるのか？電王のライダーは自身のオーラをフリーエネルギーというものに変換して装甲をまとうのですが、良太郎はオーラがなさすぎてまともに戦えません。一応変身自体はできるのですが、貧弱な形態であるプラットフォームという状態になります。なんか城の空画みたいだな。そこで憑依したイマジンが代わりに自身のオーラをフリーエネルギーに変化させて装甲にすることで電王となり、戦闘もそのイマジンが行います。あ。じゃあ良太郎は戦わないのか？基本的には戦いませんが彼は得意点と呼ばれる存在で、イマジンたちが自分勝手なことをしようとすると、それを制止することが可能です。なるほど、体は貸してるけど手綱を握ってる状態ではあるのか。ソードフォームはパワーとスピードのバランスが取れており、突出した面はないものの戦いやすいフォームとなっています。赤のオールラウンダー、赤のクーガっぽいぜ。電王が使用する武器はこちらの電ガッシャー。4つのパーツに分かれており、組み合わせることで様々な武器に変形し、ソードフォームはソードモードで使用します。ソードフォームなんだからそりゃ武器はソードだよな。桃太郎が荒々しい性格ということもあり、剣技を用いる戦い方ではなく、勢いに任せた激しい近接戦闘を得意としています。言うて仮面ライダーの中でちゃんとした剣技を使ってるやつの方が少ない気がしてるぜ。必殺技はエクストリームスラッシュで、ライダーパスをベルトにかざしてエネルギーをフルチャージし、ソードの刃先にエネルギーを貯めて敵を切り裂きます。また、刃先を飛ばして攻撃するパターンも複数存在し、桃太郎は俺の必殺技パート〇〇と言いながらこれらの必殺技を使用しています。あ、なんかそのフレーズ聞いたことあるぜ。ちなみに桃太郎はフルチャージした後、パスをその辺に投げ捨ててしまうので、戦いが終わった後探して回収しなくてはなりません。なら投げ捨てなきゃいいだろ。彼はかっこよく暴れることを信条にしているので、パスを五章大事にしまい直すことができないんですよね。もともとパスを置いてたところに戻すだけだろ。専用マシンはこちらのマシンデンバードで、オートバイとして使用するほか、時の列車デンライナーの運転システムとしても使用します。オートバイ型の操縦桿ってことか、珍しいタイプだぜ。桃太郎が運転資格を持っているのが豪華と呼ばれる車両で、巨大な敵と戦う際は5号車以降を切り離し武装車両で応戦します。ライダーおなじみの巨大マシン枠だな。桃太郎がモチーフなため、2、4号車はそれぞれ犬、猿、キジの形をしています。思い出すなぁ、ドンブラザーズ。さて、変身者の桃太郎ですが、良太郎に憑依した最初のイマジンであり、短気で喧嘩っ早いですが、情に熱く涙もろい、単純で憎めない性格をしています。何か江戸っ子みたいだな。口は悪いものの、男気もあってリーダーシップも強いですからね。うっかり得意点である良太郎に憑依してしまったものの最終的には現在の立場を気に入っており、かっこよく暴れられるからという理由で戦っています。怪人だけど、なんかすごい人間臭いやつだぜ。気弱で貧弱な良太郎とは最初こそぎくしゃくしていましたが、戦いを重ねるうちに良太郎の心の強さを知り、強固な信頼関係で結ばれていきました。
最初はうまくいかないけど、徐々に絆が芽生えていく黄金パターンだな。良太郎は弱いんですが頑固なところもあって、3話で桃太郎が自分の体を使って好き勝手に暴れたため、それに怒った良太郎は彼の力なしで戦います。めちゃくちゃ弱いプラットフォームでか？どうせ戦いになったら自分を頼るだろうと鷹をくくっていた桃太郎でしたが、ボコボコにされながらもなおも自分を呼ばない良太郎に痺れを切らします。バカ野郎、死んじまうぞ、俺を呼べ。それでも良太郎は返事をせずやられてしまいます。頑固者だぜ。わかった、もう二度と泥棒の味方したり、金の要求とかしねえ、だから俺を呼べ、良太郎、と桃太郎は悲痛に叫びますが、良太郎は、ごめんなさい、は？え？ごめんなさいは？と悪いことをした桃太郎に謝らせようとしました。完全に保護者だぜ。とうとう桃太郎がごめんなさーいと謝ったことで良太郎から呼び出され、ソードフォームで敵を撃破したというエピソードは有名なんですよね。悪いことをしてしまったらごめんなさい、大事なことだもんな。桃太郎は戦闘前の決め台詞として、俺、三条という口癖を多用しており、そこから俺は最初からクライマックスだぜというセリフに繋がります。最初からクライマックスだぜはネット上で結構よく見かけるセリフだぜ。天王の名言というか決め台詞は割とネットで使われがちですからね。それだけ天王が有名だったってことだな。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。